じゃこの船わからない。何かいるよ、気をつけて。オイラの出番やってる。もう周囲に敵はいないようです。少し休んでいきませんか。私が倒します。なんだこりゃ。私この感動はあなたにも。マジ？俺。これはさっきの人に呪いを移されたのね。この呪いをかけられ。別の誰かって。あ、来たね。しかし逃げ上がったら。どっちもどっちだと思うけどね。バレたか。とにかくこの呪いの元になるものはこの船のどこかに。頼むよ。もし探すのが嫌になったら。この船不気味。二人で探索、慎重に行く。呪われて一人で待っているのも心細いはずです。一刻も早く呪いの元を見つけて。ようこそ、我が仲間の呪いを解いて。方法は一つだけ。たった二人で戦うしかないのでしょうか。大丈夫、オイラたち、負けない。よくぞ我が迷える魂を解放して。助
助かった。でもシェイドさんがここにいるということは、いや、闇のマナストーンはかつて世界大戦が起こり、古の神獣以来、では闇の神獣が、いかにも大昔、人間闇の魔物たちはここにつけ込み、光の司祭様も同じことをおっしゃいました。ついに闇のマナストーンの封印が解け、それ以来マナストーンは失われ、住処をなくしたわ。その後闇の神獣はどうなったの？わからない。なぜか突然と、それから長い年月が過ぎ、世界は読み、おそらくこの世界とは別の異世界で再び、だとすると人間たちにはマナを減少させる方法がないのに。でもどうして？魂が解放されたので、このそんなバカな。部下、あの様子じゃ。オイラ、やる。大きな生き物を見た。あれ何？食えるか？わからないけど、今はこの島から脱出する方法を考えます。で、すごい数のモンスターだ。ここは魔物の巣か？こうなったら、こうなったら海の主とやらにかけるしかないな。そうですね、岸辺の洞窟に急ぎましょう。刺したようだな。以前はここに洞窟への入り口があったようじゃ。ほーらが、私はジャガンの伯爵、黒の。なんだと？ふざけんな！お前たちは知らなくてもいいことだ。どうせ生きては帰る。とうとう噴火が始まっ。なんだありゃ。
さ。残りのマナストーンのことを聞きに。水のマナストーンは、だがアルテナはすでに水のマナストーンのエネルギーを灼熱の砂漠の南には火炎の谷と呼ばれる炎に包まれた。フォルセナの南東には獣人たちの住む月夜の森が広がる。ただ獣人たちはかなり、そして木のマナストーンはワンダーの樹海と呼ばれる原生林にあるらしい。樹海の南にはランプ、お前たちが火山島仏下から脱出した時に助けてくれたのはブース。フォルセナにはブースカブーを呼び出すことができる秘宝の笛がある。本来ブースカ、お前たちならブースカブーを味方につけることができるかもしれん。